はい、こんばんは。はい、こんばんは、どうも。アーティストの鈴木司です。今日は呼んでいただきありがとうございます。じゃあ、早速、今日は、僕のライブペイントと、じゃあ、どうしようかな。じゃあ、ハンドパン奏者の、ホロタ・ゴーくん。はい。お願いします。はい、はい、お願いします。初共演だね。うん。よろしくお願いします。そしてこちらバイオリニストのアドリエル、ボビー・アドリエル・モーです。お願いします。はい、そう、バイオリンとカホンとタップダンスね、はい、やってくれます。うん、でこの2人に、まあ、即興でセッションしてもらって、で僕もそのイマジネーションをこの絵の形にして、この2人も僕の絵のイマジネーションからその音をこう生み出すっていう感じのパフォーマンスをします。よろしくお願いします。で、まあどうしようかな。まあとりあえず2人の自己紹介は第1部の演奏の後にしようかな。うん、じゃ あのそんな感じで早速始めますが、よろしいでしょうか。じゃあよろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
第1部、終了となります。これから15分か15分、いや20分だな、20分ぐらい休憩、なんかこの場所の換気みたいな感じで休憩して、第2部を開始したいと思います。まあ一旦ちょっとメンバーもう一回紹介しとこうかな。バイオリンとタップとカホンのアドリエル・ボビー・モーです。ありがとうございます。はい、でハンドパン奏者の、ホロタ・ゴー君、ありがとうございます。でペイントは鈴木司でした。まあ、じゃあ第2部どんな感じになるかお楽しみにっていうことで、また後ほど。ありがとうございます。コメント、なんかコメント来てる感じですか？これ見ながら、どうやったらいいのかな。おお、なんかいっぱい来てるね。あ、なんかいっぱい来て、なんか読みきれないね、これ。めっちゃ来てるね。どうしよう。さ、これ持ち出せます？なんか今完全に見切れちゃって、なんか外れちゃってるよね。これ喋ってる間休憩みたいな感じの意味でいいのかな？いいの？はい。あ、全然、じゃあ、はい。まあ、リラックスして、はい。あ、こんばんはとかありますね。あ、やばい、ほとんどのさ、なんか、あのアカウント名が読めなかったり、ちょっと、むずいな、これ。暗闇の中からお届けいたします。これはタクティカートの方か。映像が綺麗ってありますね。こんばんはとかありがとうございます。これなんて読むんだろうね。何子さんだろう。萩信子さんかな。萩信子さんとか、タッピチャンネルさん、てるみさん、チコリンさん、映像が綺麗ありがとうございます。で、なんか雨で暗いのを吹き飛ばすようなのを期待してます。吹き飛ばしてたかな。どうだろう。むしろ もっと、うん、もっと暗くした感じで、すいません本当に。はい、うん、闇ってブルーに見えるのは違う。あ、そう、なんかブラックライト、よくブルーライト とかとも言いますよね。そうそうそう、うん、不思議な世界観すぎてっていうのはタクティカードね。はい、こんばんは、何みたいな、ちょっと異空間だよね。うん、ラインナップとしては、はい、今までこのクラシックの方が演奏してらっしゃる方が多かったみたいなんで、うん、圧倒的に別プログラム感が確かにちょっと異質な感じだよね。うん、なんかこう、そう、なんていうか、なんだろう、こうしっかり発表しますっていう感じというか、うん、俺らの部屋の中入ってきて、ね、そういう感じだったね。うん。夏の花火大会、あ、夏の花火大会って感じっていうね、確かこういう、確かにこういう感じね、うん、神秘的とか、人間は感覚で、いくこさんね、いっぱいやってくれてる、感覚、自分の存在を確かめてるって、最近何かで読みました。そうそう、感覚、そう、まさにこういう、やっぱミュージシャンもね、この音楽から、いや、この絵から音楽を、したりね、そう、すごく音楽は感覚、まあ、絵もそうなんだけど、に近いものだから、こういう即興のなんか緊張感あるセッションによってこう生み出てくるものが全然違ってくる。そう、で神秘的とか、うん、確かに、これ何？お囃子か。お囃子か。漢字もうしばらく読んでないよ。やばい。お彼岸。あ、そうだね、確かにある。ヒガンバヒガンバ、あ、そういう感じを感じ取られる方もいるんですね。どなたがリズム、リズムはあのここのカホン、そう、これね、そう、アドリエルのカホンを直してくれてる、うん、で、お
奏とか、そうそうそう、そんな感じ。グラッ、びっくりした。でかいよ。びっくりした。したうん、そう、でまあまあ、やーね、うんうん。そうそう、そんな感じだよね。うんうん、横からのアングルだと、私にはカラフルな獅子様。そうそう、そんな感じ。うんうんうん、今日は、なんかね、すごい直前まで迷っちゃったんだけど、そういう感じにしたくなりました。今日は。ね、獅子神様ね、獅子神様のね、うんうん、まあ、まさにそう、ちょっともぬけ姫っぽい感じはなんかこう感じて、ちょっといつよく鹿とかを描くんだけど、その 目力とかは今日はちょっと獅子神様よりの感じになった。あ、いい音だ、ね、タップだとか、なんかいろいろ飛び出てきっとなんか楽しんでもらえたのかな、うん、ありがとうございます。心地よい、安定の4文字がずっとついてるから、そうだよね、うん、集中できそうな音ですね。バニラさん、ありがとうございます。アスカさんもありがとうございます。はい、これ読むのすっげー大変、めっちゃ長えな。重なりますね、ずっと。めっちゃ宇宙と交信してそう。地球人はみんな宇宙人です。はいはい、そうです、まさにそうです。はい、僕らみんな宇宙人ですね。はい、国とか文化とか人間だとか動物とか植物とかの息を全部取っ払って宇宙から見たらみんな同じ感。イクコさんすごいいっぱいこういうスピリチュアルな感じ出してくれてありがとうございます。うん、絵にリズムが乗っているのか、リズムに絵が乗っているのか、まあまさにそういうことです。はい、どっちとは言いません。どっちもです。はい、ありがとうございます。途中からスマートに入れ替わったのかしら。あ、まあまあ、なんかそう、そんな感じ、なんかこう影響されたりしたりみたいな、そんな感じ。うん、そうそうそう。あ、これタクティカーさんがいろんなのやってくれてね。あ、どうした、何か。あの、書いてる音とかっていうのも割と、うん、なんていうんですかね、リズムがあるような瞬間があったりするので、うん、やっぱそういうところっていうのは、ね、うん、反応し合ってる感じはあるよね。そう、ある。俺もなんかやっぱどちらかっていうと、この僕の絵に対するアプローチは音とかリズムとか、まあ、あ、まあ、いわゆるバイブスを筆のストロークとか力の入れ具合とかでこうなんかグッと力入れてるって感じ、なんかこうエネルギーを入れてるっていう感じのセッションの僕の仕方なんですけど、まあ、必然的にやっぱそうなってくる。そうね、ハンドパンの生と本当に癒しですよってタクティカードね、ありがとうございます。いろんな援護射撃をね、ありがとうございます。本当に癒しです。ありがとうございます。コリさん、ありがとうございます。ほのかの音に感覚がむしろ真実でシャープに、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、分かってるな、聞いてる皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、バイオリンね、楽しそう。あ、拍手。あ、終わった、面白い世界観、ありがとうございます。日本語で質問できます。俺のことかな、誰のことかな。はい、落ち着いて聞いてます。ありがとうございます。クラシックのこういうことで、まあやってる人はいるんだと思う。おそらく、多分その音楽とかそういうパフォーマンスとかはいろんなことを実はもうやってる人はたくさんいて、でもそう見えてるかとか、そうそう、そう見せれてるかとか。そういう風に発表されてるとか、なんかそういうのが結構重要だと思う。それで新鮮さを受け取る側が感じたりとか、だからそういうのも、まあ、僕はどちらかっていうとなんか演出側っていうかプロデュース側の目線でいつもこういうパフォーマンスをやってるんですけど、あの、そういうこと、そう感じてもらえるっていうことが大事。でも本当はみんなすごいんです、ミュージシャンは。っていうのを僕もこういうのを通して分かってもらいたいなとか思っております。はい、でこの後は時間の関係、もちろんもちろん、てかむしろね、いつもはねこれで終わってるの。あの、時間的に今日超ゆっくり書いた。いつもすっごいハイパースピードで40分ぐらいで書くんだけど、今日2倍の時間もらってるからゆっくり書こうみたいな。そうそうそう、そんな感じで、ね、そうだから、あの、ちゃんと終わりますよ、うん、ちゃんとはっきりバーンとだーって感じにします。はい、お楽しみに。はい、で、あすか、確かにクラシックとアートのコラボだとリラックスしてアルコール飲みながら鑑賞できるかも。そう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 、なんかこういう
方がこうやっぱこうやって演出するとより集中力が高まってくれたりとか、なんかそういうことだと思うんですよね、うん、こういうふうな試みが今後もあったらいいなと思います。はいっていう感じですねひたすら読み上げるっていうありがとうございます。あと何分ぐらい、5分ぐらい、じゃあちょっと5分ぐらい僕も休憩させてもらって、はい、この後もぜひちゃんと全部コメント見ますんで、皆さんコメント全然してください。あとアドリエルとかもどんどんいじってください。全然僕がちゃんとはトランスレートできないけど頑張って訳して伝えるからそうそうそう、全然各自のどうなってるんですかとか、そういうテクニカルの質問でもいいし、感覚的な質問でもいいし、なんかいくつとか、いくつですかとか、そういう質問でもいいから全然やってください。はい、答えますっていう。ありがとうございます。じゃあ、5分ちょっと休憩させてください。ありがとうございました。
なんか質問が来てるとのことで、どこだ、どこまた、はい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 、いつもどんな場所で活動されてるんですか。まあ、僕はどこでも行っちゃうんですよね、うん、アルファードと一緒に、はい、そう、寝ながら車の中で呼ばれればどこでも行きます、はい、うん、そうそうそう、あ、ごめんなさい、マイクありがとうございます、うん、ぜひ入ってください。ぶっちゃけ何者なんでしょう、アドリエルさん。アドリエルさんはね、アメリカから来てて、今あの高尾山のふもとに、あの奥さんと一緒に、日本人の奥さんと一緒に住んで、この間ね子供が生まれてね、おめでとうございます、生まれたばかりの子供が、かわいいかわいい子供がね、うん、生まれて、だからもともとはニューヨークのプレイヤーだったんだね、そう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 、っていう、まあ、あのちょっと共通の友人から紹介してもらって、あ、すごく即興にこうものすごい才能を持ったミュージシャンだなっていうことで、今回ちょっときっと皆さん驚いてくれるんじゃないかなと思って、特別にゲストとして呼んでみました。はい、どこの街の壁画か、あー、俺の、はいはいはい、俺の壁画はね、今どこにあるかな、あの木更津とかにあるな、木更津の駅前とか、あと、もうちょっと前ね大塚であったんだけど、大塚のはもう消えちゃったんだよな、あとは壁画、俺いっぱい描いてるはずなんだけど、今なんかセッションで頭がパーってなっちゃって、どこにあったか全然思い出せない、いろんなとこにあります、はい、はい、でも抽象画じゃない、壁画の時は結構割と具象ですね、はい、あのはっきりと絵を描いてます、はい、アドリエールさんそうですね、タクティカスさんはアドリエールさんのことは全く分かりませんね僕が勝手に連れてきただけですすいません本当すいません、いつもこんな感じで何にも指示してません、今日もあのどんな風にやってください、どんな風に放送してください、何にもして指示しないまんま勝手に合わせてくれてます、ありがとうございますはい、そう、そう、僕とタクティカーツさんの出会いは、まあ、巣鴨のね、ホルタ君もそうだよね、巣鴨のコミュニティ、まあ、梁山パークというところでシェアハウス、たまに居候、僕は居候をたまにしてるんですけど、要はアーティストインレジデンスっていう、まあ、割と日本ではまだポピュラーじゃないけど、海外では割とアーティストがそういうイケてるシェアハウスとかシェアオフィスに、まあ、こういることで、なんていうのかな、こうエネルギー、アート的なエネルギーが与えられる、価値として与えられるとか、まあ、なんかこう、まあ、そういう、こう試みとして、まあ、よくある風習なんですけど、まあ、それをちょっと僕が梁山パークというところでやらせてもらってて、でそこで出会ってっていう感じですね、はい、タクティカーツさんも何者かわからない、じゃあそれは後であのタクティカーツさんに自己紹介していただきましょう、はい、はい、私、そうそうそう、ああ、私はコンサート制作マンです、ちゃんと答えてるね、素晴らしい面白いです、まもなく再開いたします、はいはい、アドリエルさんの活動の拠点はどこですか、まあ、グローバル、まあそうですね、まあ、もともとニューヨークだし、ジャマイカとかもいろいろつながりあるよね、うん、Maybe, yeah, sometimes you connect with Jamaican something, yeah, sometimes African too, right? うん、そうそうそう、まあいろんなところで、でも今はね、日本にいる、子供ちっちゃいし、だからこのチャンスに皆さんアドリエルをあのお仕事として呼んであげてくださいっていう、はい、僕あのやんわりプロデュースしてます僕がアドリエルをね、大変だからねそう、ミュージシャン日本で生きてくのね、うん、だから俺がなんかね助けになってあげたらなと思って頑張っております、はいはい、いやすごいミュージシャンで、あのソロでも素晴らしいので、もちろんホロタ君もね、うん、あの呼んであげてください、はい、うん、おおすごいもちろん僕も呼んでください。僕はちょっと高いんですけど、みたいな。
すいません。高くないです。あのまあなんかハートでやりますよ。はい、絵は高いけど別に、はい、呼ぶのはただです。はい、大丈夫です。そんな感じですね。この蛍光塗料は何色ぐらい使ってるんだろう。正直数えたことがないな。でも大体8色か9色か10色か11色か12色ぐらいです。大体大体そんな感じです。はい。そうそう、アドレスはもともとアメリカ。こういう即興アートの催しってあんまりないような気がする。そう、ないんですよね。あんまりない。やってる人はいるんだけど、ちゃんとこう、パッケージ化してっていうのかな。ちゃんとこう、そういう風に見せるっていうことをしてる人は少ないですね。だからまあ僕がまず、ちょっと、ある種、その中で踊り出ていこうっていう、抜きに出ていこうと頑張っております。はい、応援よろしくお願いします。はい、この企画でいろんなジャンルの方があってます。あ、タクティカーズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、タクティカーズありがとうございますと呼び捨てにしたことを3をつけ忘れました。すいませんと謝っております。だそうです。はい、はい、あ、質問ありがとうございます。じゃあやろうか。 Are you ready? うん、じゃあやります。はい、もちろん。はい、終わった後にちょっとそれぞれのなんかこうちょっとした自己紹介でもゆっくりやりたいと思いますので、まずはちょっとだいたい30分35分ぐらい即興で仕上げにかかっていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。
Thank you.
ありがとうございました。こんな感じでありがとうございます。ちょっとあれどれだこれか。はい、ありがとうございます。せっかくだからなんかカメラを絵にちょっとアップ すごいアップでなんか見せれたりしますかね。グッドでしょ、ナイスでしょ絵をじっくり、よかったね、写真を撮るみたいな、演者も写真を撮るみたいなはい、まあそんな感じですね。はい、うん、そうそう、うん、なんかそうね、まあこんな感じでなんかじっくり、はい、こんな感じになっております。はい、楽しんでいただけたら。はい、じゃあ最後、最後つうかとりあえずじゃあ一旦メンバー紹介をもう一回再度やります。じゃあハンドパン、ホロタゴーくん、ありがとうございますはい、バイオリンとパーカッションとタップ、あ、そうだね、バイオリンでいいね。はい、ごめんごめん、あのアドリエル、アドリエルで、うん、アドリエル、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、で、まあアートをやらせてもらいました鈴木司です。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ一旦明るくしてもらおうかな。はい、ありがとうございます。とりあえずどうしようかな、一旦自己紹介じゃないけど軽く自分たちがどういう人なのかイントロデュースやせはい、じゃあ、まあ、僕は、じゃあアーティスト、今アーティストをやってるんですけど、まあ、アフリカのルワンダっていう国に2011年から5年ぐらい住んでて、もともとこういう服を作る仕事を教えてたんですけど、現地のルワンダの人たちに。
で、まあ、あのひょんなことから、まあその今から4年前ぐらいに日本に帰ってきて、そしたらなんかファッションやる気なくなっちゃって、まあ、画家っていうアーティストっていう仕事を今やってると。だからただやるんじゃなくて、まあ、現地でちょっとあの壁画をやりながら現地のルワンダのミュージシャンたちとまあセッションしたりしたのがきっかけで、まあ、ちょっとあのこっちでも日本でも面白いのかなと思ってこういうことをやっております。で、あとあのアーティストの活動しては最近、まあ、あの1年前ぐらいにもう一回ルワンダ帰って、あのアフリカのルワンダのストリートチュルドレンとか低所得の子どもたちに絵の描き方を教えて、でその優秀な作品を買い付けて日本で売るっていう活動をしております。で、まあそういうのも全部資金は、まあ、絵だけで自分の絵を売ることだけで稼ぐっていうのをある種信念にやっております。あ、ちなみに今日描いたのも大体30万円ぐらいで売れると思います。はい、まあ、大体そんな感じです。あの欲しい方が買っていただけます。ありがとうございますっていう、まあ、あのそういう活動をしている鈴木司です。まあ、あのこんな感じで、じゃあどうしようかな。じゃあホルタ君、じゃあ、あの自分の自己紹介を。僕は今年の3月にですね、音楽大学を卒業しまして、まあ、フリーランスで演奏活動とおよび撮影活動をメインとしていろいろと活動している最中なんですけれども、そうですね、普段はハンドパン、この楽器を使って、まあ、路上だったりこういうライブハウスだったりで演奏活動させていただいたり、あとは逆にスタッフとしてライブを撮影させていただいたり、ライブのための宣伝の写真を撮らせてもらったり、個人制作としてポストカードをいろいろと作ったりしています。ハンドパンっていう楽器を知らない人が多いかなと思うので、ハンドパンっていうこの楽器を軽く紹介させてもらおうかなと思います。この UFO みたいな楽器なんですけど、あ、本当ですか。すみません、ありがとうございます。このハンドパンっていう UFO みたいな楽器なんですけど、生まれは実は2002年の21世紀に入ってから生まれたばかりの新しい楽器で、生まれはスイスの方になります。大元としてはたどるところは、トリニダードの方で、カリブの方ですね、カリブの方の海ですごく盛んで演奏されているスティールパンという楽器があります。スティールパンという楽器とを作っていたスイスのメーカーのもとに、ある日インドのガタムという壺奏者が訪れて、ガタムのように手で弾けるスティールパンを作ってくれないかというもとで、こういう形で手で弾くスティールパンという形で生まれたの、2002年に生まれたのがハンドパンという楽器です。そうですね、金属の楽器でして、中は実は空洞になっていて、中何も入ってないですね。で、アコースティックの楽器です。アコーギと同じような状態ですね。中が空洞となっていて、それが響いている楽器ですね。楽器自体が鳴る楽器ですね、というぐらいですかね、ハンドパンの説明としては。で、ハンドパンっていう楽器、まだまだポピュラーではない楽器になってしまっていると思うので、まあそういう意味でも、いろんな意味で外に出てハンドパンっていう楽器を知ってもらう。で、ハンドパンっていうのが実はすごく新しい楽器だからこそ、いろんな楽器、いろんな音楽的要素と融合していることが多くて、僕の場合はクラシック的な、クラシックだったり普段好きなポップスだったりジャズだったりっていうところからの音楽性がすごく演奏に出ているんですけど、逆に民族的な音楽、そうですね、アフリカのリズムであったりインドのリズムであったりっていうものが前面に押し出されている奏者の方もいらっしゃったりと、新しい楽器だからこそ、そうですね、すごく幅の広い楽器なので、 YouTube とかでまたいろいろな動画を見ていただけたらいいかなと思います。で、僕自身あまり、そうですね、アウトプットをうまくできていないので、まだそうですね、演奏している動画だったり撮影したものだったりっていうのを発表している機会が少ないんですけど、
これからどんどん増えていくと思うので、また SNS で探していただけたらありがたいかなと思います。と僕らで検索すれば出てきますか？全部、ホロタ GO で調べていただくと、Facebook、Instagram、Twitter 出てきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。では最後、アドリエルさん。はい、じゃあアドリエルさんね。はい、素晴らしい杖。杖はしないかなみたいな。はい、アドリエル、introduce yourself。英語大丈夫です。英語ちょっと日本語。この日本語上手じゃない、でも、はい、本当にありがたい、その心、はい、心じゃない、ところ、うんうん、あ、ここね、そうそう、今、うん、コロナからライブミュージック、うん、すごい難しい、コロナね、ライブミュージック、本当に嬉しかった、あ、ここでやれてね、うん、そう。もうすぐ I want to play more music and see all of you in person、you can speak English. Okay. I can translate, but you can speak English. Okay. Well, for those who can understand, yes, Adriel と申します. I'm originally from Washington, D.C., Maryland area, and also New York, where I went to university, and speak more loudly. Louder, yes. Yeah, it's okay. I've been in Japan now almost 2 years, and I'm loving it here. I've started my family here, and I look forward to playing more music for all of you. And yes, if you'd like to see any old music of mine, you can go YouTube, I think, Adriel Bobby Moses Music, maybe. Bobby Moses, YouTube, so, or Instagram, Adriel Mobo, A-D-R-I-E-L-M-O-B-O. I hope to be putting more videos out now on YouTube, since that's where we all are. So please support, and I look forward to seeing you and playing for and with you someday soon. よろしくお願いします。Thank you. まあ一緒に映像作品と一緒に彼と一緒に映像作品作ったりとか、まあいろいろやっていくんで、ぜひまあ YouTube なり Instagram ね、アドリエルモーボね。で見つけていただいて、まあ、フォローしていただいて、まあ、彼の日本での活躍をちょっと見てあげてください。ぜひ、はい。はい、ぜひ、まあ、本当にアートみたいな音楽なんで、すごく本当にプライベートで呼んで、こうアートに浸りながらっていう依頼をするのもありなのかななんて思っております。はい。そうですね。まあ、そんな感じの3人 の, 今回はセッションとなりました。はい、ありがとうございます。あとどうしようかな。じゃあ、なんか質問とかいろいろ来てますか。どうですか。やっぱりそう来るよね。そう、だいたいそうなんだよね。もちろんなんか僕にコンタクト、タクティカートさん通してでもいいですし、まあなんか SNS で僕を見つけて、まあ手のひらつかさってローマ字で打てば、インスタグラムもやってますし、まあ鈴木つかさって打ってくれても、まあどこでも、Facebook でも、捕まります。まあ大体30万ぐらいで僕は売っちゃってますっていうか、まあ売れちゃってるからしょうがないです。すいません。ごめんね。でも、まあ、僕としては、こういう時にセッションした、一緒にセッションしたミュージシャンとの作品で売れた時は、まあ、ちょっとだけどちゃんとお支払いするようにしてるシェア、そういうこともしてる基本的には。だからなんかこうすごくこうやって一緒に絵を描くっていうのは意義があると思っていて、
彼らもコネを仕上げている、なんか僕はなんか音楽の素晴らしさとか、まあ、結構要は自分も歌を歌ったりするんですけど、ルワンダでその歌で命をマジで救えたりっていうか、うん、なんか自分も救われたりとか、音楽ってやっぱすごいなっていうのをこの僕の能力を使ってなんかこう可視化したかったから、こういうふうにやってると、だから一緒に書いてるっていう感じでやってます。だからまあ僕はもう胸を張ってちゃんと高く絵を売って、でみんなにシェアしたり、みんなに楽しいことしたり、プロデュースしたりっていう感じでやっていきたいと思っております。だからまあ本当に買いたいって心意気で思ってくれる方はぜひお声掛けください、あちなみに、今日ここの会場から近くの富士見市の大月デンタルケアっていう歯医者さんで今個展やってます。歯医者さんで4階建てのでかい歯医者さんで、アフリカのさっき話したアフリカの子供たちの絵とか、僕の絵もこうやってライブペイントで描いた絵とかも展示してますので、歯医者さんですけど鈴木司の絵を見に来ましたといえば見学だけで歯医者さんに入れるという、なんともレアな体験ができますので、ぜひ行ってみてくださいはい、うんって感じ。じゃあ質問ちょっとどう、なんかめっちゃあるな、また時間終わっちゃうかな、これ終わっちゃうね。あ、大丈夫どこまで来たこれ。あー、いやでも結構前からじゃないこれ。あー、そっかそっか、これか、ごめんごめん、うん、あ、いくこさんからコングラチュレーション on your new baby だって。ね、うん、歌だよね、歌ちゃん、本当に可愛い子ですね。グッドシンガーかグッドダンサーかになりそうな顔つきしてるよね全部できる、あ、ライクアドリエルね同じね、うん、そう、もののけ姫、maybe you don't you know Ghibli、yeah, it's like that, you know, somebody says ありがとうね、ファンタスティックってことかな、ファンタジーな感じでっていうことかな、ありがとうございます。あー、なんかそう、なんか最上映みたいなやってるね、そっか、なんか自粛中だから、even yeah, in, you can see in some Ghibli animation in the movies, theaters, you know、so let's see together maybe with Uta maybe ね、いいね、ではそんな感じこれハンドパンと言います。はい、イエーイ、ハンドパンと言います。はい、うん、アドリエルね、アドリアルさんって、アドリエルさん、うん、タップダンスまでそうやられるんですね。多彩だって、You are a talent guy, some, because it's tap and 少しじゃねえだろ。すごいよ、あ、すごい。あ、俺のことかな、うん、あ、いや、そっかそっか、うん、感じるし、まあ今日ぶっちゃけたまたま裸足になっただけなんですがでも裸足の方がなんか入る、うん、なぜかっていうと床の振動が伝わるからね、うん、もうバイブレーションがすごいグッと入ってくる、それはもう正しいね、そうそうそう、で、あ、なんかどういうことああワインとか、あ、そっか、そういう、そうそう、飲み物がなんか美味しくなる、あとなんかアートとか、まあ、僕のアート買ってくれた人みんなそう言うんですけど、なんかアート、この絵をずっと眺めながらお酒を飲んだりお茶を飲んだりするんですって、ずっと夜とかゆっくり一人でなんか絵と向き合うんですって、っていうで、音楽もなんかそんな感じなんだと思いますね、はい、飲み物によってイメージが変わる、面白いね、まあ実際僕コーヒーが美味しくなる音楽団というふざけたバンドをやってます。コーヒーが美味しくなるサウンドを追求してるバンド実際やってます。今カッファピリカって名前を変えてちょっとプロデュースし直そうと思ってますけど、それは彼も入ってます、はい、です、壮大なイメージが伝わってくる、神秘的、ありがとうございます。うん、なんかいろんな人たちがいろんなこと言ってるね、全部ちょっと拾いづらいバリ島気分分かる、あ、すごいね、確かにちょっとそう、なんかワールドハーモニーって今回タイトルをなんか思いつきで
僕が考えてつけさせてもらいましたけど、まさにそんな感じ。なんか人それぞれによってなんかそのいろんなこう国とか、なんか多分旅がトリップが起きたんだと思いますね。はい、で僕だけ喋って全然大丈夫。あの僕はアフリカと、そうそうそう、それぞれの感じがあると思う。そう、これ鹿ですね。はい、あーホールの響きに包まれてその場に、そう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 、うん、本当にありがとうございます。私も波の、あ、いろんな この中でいろいろ会話がね、素晴らしい、ありがとうございます。鹿です。うん、音がフルの聞いてみたいですよね。うん、そう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 、うん、鹿の顔ですね。中の人生で見て、ですごく絵も綺麗なんだろうな。そう、確かにね、これあの音も音楽もそうですけど、生で聴いた方がいいですね。もちろん、うん、なんか本当にこう、でもこのライブ配信ってすごく自分たちが聴いてはくれなかったような人たちがこの画面を通して聴いてくれてるっていうことはすごく意義があると思っていて、でこれを通してもちろんこの画面でも楽しんでもらいたいし、ゆくゆくは生で聴きたいなと思って、いつか僕らのライブとかにも生で、まあ、路上の時にも どうにか見つけていきたいなとか、なんかそんな風なことになってくれたら嬉しいなと思います。はい、そうですね、で、あ、多分そんな感じですね。さっき昼食の準備っておっしゃってたんで、あ、そうか、海外から、まあそうだよね、海外から見てくださる方もありがとうございます、本当にね、そう、うん、でまあそんな感じで、そう、動物はロックダウンされない、まあまさにそういうことですね。そういうね、アニマル doesn't care about the lockdown でしょ。doesn't care about the corona でしょ。、うん、maybe we can be our animal ね。僕らも動物、うん、原始人になろうか、僕らみんなでね。はい、で猫はロックダウンされたみたいです。これなんか、そんなことあんの。どうやって猫ロックダウンするの、すごいね。うん、まあちょっとすごいな。ハンドパン音階、あ、音階、うん、そうですね、ありますね。2つこれ並べてるのは、ピアノみたいに綺麗に順番に並んでいるわけではないので、それを補うために2つなり3つなりを並べて演奏することが多いんですけど、まあ、この楽器も見た目より随分と高価な楽器で、一番安いものでだいたい20数万円からのものになってくるんですね。なので、まあ、なかなか僕もこれはローンを組んでなんとか頑張って払っているところなんですけど、ね、興味がある人はぜひ、まあ、僕に、連絡してもらったら、いろいろと購入の宛先だったりっていうのは紹介できると思うので、もし興味がある方いらっしゃればまたご連絡いただければなと思います。タクティさんね、経由でも全然連絡取れるのでよろしくお願いします、うん、ですかね。はい、グレートパフォーマンスありがとうございます。はい、今の英語の挨拶が人間性が、ああ、やっぱ英語、うん、yeah, you can speak English, man. People can understand because it's easy English you use, right? そう、うん、大丈夫大丈夫、みんなわかるよね。、うん、なんかこう感じ伝わるよね、うん、そうそうっていう感じ。アドリエル、 I hope、 うん、はい、うん、I hope you're successful。 ありがとう、イクコタグチ、Thank you very much、ね、and blessings to youね、本当だね、そう、あの、成功しますよ、アドリエルきっと、っていう感じですかね。はい、ありがとうございます。とりあえずこんな感じでいいのかな。まあ、あの、こんな感じでありがとうございました。最後なんか寄れます、絵とか。はい、なんか最後絵に寄ってもらって、音、うわぁ、さよならみたいになしちゃダメかな。そんな感じで、ちょっと音出せる。あ、ごめん。うん。あ、OK、OK。はい。うん。ちょっと光らせようか。ちょっと暗くできますか。はい。うん、勝手に即興で演出しちゃってごめんなさいね。
元とか顔元ぐらいまでアップしてもらえれば。本当に今日は皆さんありがとうございます。見に来ていただいて、そしてこの場を提供してくださったタクティックアーツさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。またなんか、この会場も降り注ぐ武蔵降り注ぐホールでしたっけ、降り注ぐ武蔵ホールか、はい、この素晴らしい会場も提供していただいてありがとうございました。ではなんか、まあワールドハーモニーという即興ユニットでした。はい、皆さんありがとうございます。あと何日間残ってるんですか？あと2日間。あと2日間もきっと楽しい演奏が楽しめると思いますので、ぜひ見てみてください。では、ありがとうございました。